はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのポリスベーストラック7288です。部品の袋は4つでパーツ数は408個、シールシートが1枚で説明書は3冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは警察官が2体、そして泥棒の計3体です。白バイ隊員、背中にポリスと入った黒いライダースーツを着てます。結構かっこいいですよね。で、顔はこの顔だけです。もう一人の警察官、この人はポリスベーストラックの中にいる人みたいです。制服を着てますね。で、この制服の後ろにもポリスと入ってます。顔はこの顔だけです。泥棒はなんかいつもより優しそうな顔してますね。でも相変わらずの囚人服になってます。手には金のインゴと持ってますね。顔はこの一つだけです。次に白バイです。白バイらしいおなじみのタイプになってますね。フロントとサイドにポリスと入ってて、フロントのものはシールなんですけど、サイドのやつはプリントになってます。こういう感じのタイルブロックですね。他にも使えるのでこういうのは嬉しいですよね。ちなみにこのバイク立って乗るタイプになってます。で、足を乗せるところギザギザしてますよね。こういうところ細かくていいですよね。ということでミニフィグを乗せると、はい、こんな感じになりました。やっぱり乗せてる方がかっこいいですよね。で、下に支えが両サイドについてるので、まあどちらか一つをこうやって立ててあげれば、こんな風に傾けたとしても自立することができます。反対側はさすがに倒れちゃうんですけど、実はこのバイク支えがなかったとしてもまっすぐであれば自立することが可能です。
それともちろん手転がしで走らせることができます。続いて泥棒の車です。レゴの泥棒の車、いつも赤いタイプですよね。で、かなり小さい車になってて、全長は約 7.5 センチ、横幅は約 3.5 センチしかありません。ということで、ちっちゃな車なんですけど、ただフロント部分しっかりできてますよね。バンパーありますし、ナンバープレートもついてます。ナンバープレートはシールですね。で、その上グリルとライトもちゃんとあります。まあちょっとこうぺったりした感じになってますけど、これはこれでいいですよね。横から見るとこんな感じです。オープンカータイプになってますよね。そして後ろにウィングがついてるので、結構速い車なんじゃないかなと思います。で、運転席周り、ハンドルが一つついてます。まあそんなに広くはないと思います。では運転席に泥棒を乗せてみましょう。よいしょ、こんな感じですね。ちょっとのけぞったような感じにすれば、しっかり手も下の方まで下げることができます。で、前から見ると頭が窓からちょっと出てしまいます。ちなみに泥棒が持ってたこの金のインゴットですけど、ドアと腕の間にスペースがあるので入れてもいいですし、背中の後ろ側にもスペースがあるので、ここに入れてあげてもいいですね。これでなくなる心配はないと思います。で、リア周りこんな感じです。すごくシンプルなんですけどね、でもかっこいいと思います。手転がしでもとてもスムーズに走ってくれますね。そしてポリスベーストラックです。やっぱりかっこいいですよね。今までにポリスベーストラック3種類紹介してます。7743、60044、そして60139ですね。で、前のこの牽引車の部分は多分7743に結構近いと思います。で、後ろのこのトレーラー部分は60044に近い感じがしました。今度その4台の比較動画を上げたいと思います。ちなみにこのセットはその4セットの中で2番目に古いセットですね。で、全長ですけど、この状態で約33センチ、横幅は約7センチになってます。まずは牽引車です。ナンバープレートのシールがこれもう曲がっちゃってて、何でやっても剥がれちゃうんですよね。で、シールですけど、このナンバープレートと上のこの2つのポリスの文字はどちらもシールになってます。で、サイドのこの青いラインはパーツで作られたラインですね。で、この牽引車結構高さがありますよね。このパーツが一体型パーツで結構厚みがあるんですけど、さらにその上に青色蛍光灯の部分があるので、まあ、かなり高さのある牽引車になってると思います。フロント部分はオーソドックスなタイプのポリストラックじゃないかと思います。バンパー結構しっかりできてますよね。で、グリルにポリスの文字、それからライトに青色蛍光灯と、で、青色蛍光灯からさっきの青いラインが伸びてるというような感じになってますね。結構かっこいいんじゃないかと思います。で、サイドにはバーがついてますね。なので、まあ、こうやって持たせた状態で発車してもいいかもしれません。で、運転席周り、ルーフパーツを上の青色蛍光灯ごとごっそりと取り外すことができます。で、内部ですけど、結構珍しい作りになってると思います。まず後ろのスペースですよね。ここ残念ながらミニフィグが入るほど の幅がないので、まあ、おそらくなんか荷物を入れたりするような感じのスペースなんだと思います。そして前の部分、運転席の隣のスペースなんですけど、これ結構珍しいですよね。どういうためのスペースなのか、こっち側に内側にポッチが出てるので、まあ、もしかしたらインパネのボタンとかをイメージしてるのかもしれないですけど、まあこれも荷物置きなのかもしれないですね。まああんまり見たことのない感じだと思います。で、この運転席にミニフィグを乗せて、もちろんさっきのルーフパーツを戻すことができます。まあ、このルーフパーツ中が空洞なんですよね。なので高さはかなり余裕がありますね。で、前から見るとこんな感じです。ハンドルと手も見えるので、まあ、ちょうどいい高さじゃないかなと思います。で、運転席の後ろ、サイドに扉がついてます。これ開けるとさっきの、道具入れと言ってたような、スペースに繋がってます。こういうのは嬉しいですよね。まあ、もうちょっと広くしてもらえれば仮眠スペースになったかなという感じがします。で、その後ろマフラーが2本出てますね。トラックらしくてかっこいいと思います。そしてこの黄色いパーツが後ろのトレーラーとの連結部分です。では続いてトレーラー部分見ていきましょう。牽引車との連結を外すとこんな感じで斜めになっちゃうんですけど、下部分に支えがあるので、これを起こすとちゃんと自立することができます。
まずはデザイン見ていきましょう。前にポリス大きく入ってますね。ドアに入ってるんですけど、ここから上と下に青いラインがずっと流れてます。そして真ん中のところにも青いライン入ってますね。下のラインはここから後ろのこのポリスのところまでつながってます。このデザインなかなかかっこいいですよね。ちなみに反対側も全く同じですね。大きなポリスの文字から2本出てて、下側が下のポリスにつながってます。で、真ん中に7288を挟んでまた青いラインが入ってますね。で、その大きなポリスとついたこの扉なんですけど、このスペースは道具入れになってます。扉を開けると中にはバリケードとあとカラコンがついてました。どちらにも青色蛍光灯がついてますね。こういうのは嬉しいですよね。で、同じく反対側にも扉があるので開けることができます。ということで、このスペースは向こう側とこちら側、扉を開けると行き来することが可能です。そしてそのスペースの上のこれはアンテナですね。こうやって起こすことができて、さらにくるくると回すことができます。これかっこいいですよね。それからその後ろ部分、トレーラーの中央部分ですね、ルーフを上に開けることができます。そしてこのサイドパネル、こちら側を開けることが可能です。かっこいいですよね。はい、ということでこれが司令本部ですね。壁についてるモニターみたいなやつなんですけど、全部シールです。ちなみに 1,2,3 そしてこちら側にも4つのモニターがついてます。で、このスペース中央部分に端末2つ並んでます。椅子もありますよね。まあ端末の間にコーヒーメーカーが置いてあるっていうのはかなりレアなケースだと思いますけど、この椅子にミニフィグを座らせることができますね。なかなかかっこいいんじゃないかと思います。本当になんか司令センターって感じしますよね。さらにこちら側には道具が並んでますね。懐中電灯、手錠、そして虫眼鏡になってます。この虫眼鏡ですけど、こんな感じでちゃんと拡大することができます。ちゃんとレンズになってますね。こういうところはいいですよね。ただちょっと残念だなと思ったのはこのパネルですね。これ開けるとこちら側に突き出た状態で固定することになります。まあできればあと90度開くことができればすごく遊びやすかったのかなと思いますね。そして一番後ろの部分、ここは牢屋ですね。後ろ側に扉がついてるので、これを開ければここから泥棒を中に入れることができます。ちなみにレゴポリスといったら簡単に脱走できる牢屋になってるんですけど、残念ながらこっちの鉄格子は取り外すことはできません。ですけどこのサイドの鉄格子ですね、これ実は中からよいしょ開けられるようになってます。もうこんな感じでプランプランになっちゃいますんで、あとはここからよいしょこんな感じで出れば脱走することができますね。やっぱり脱走できるようになってます。で、牽引車との連結ですけど、さっきのこの支えを倒して先端にあるこの出っ張りの部分、これを牽引車側のこの黄色いパーツに差し込みます。よいしょこんな感じですね。これで連結することができました。あとは牽引車を動かせば勝手にトレーラーはついてきますね。このセットのパーツ数は408個です。以上、レゴシティのポリスベーストラック7288を紹介しました。ナオズーを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズーマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。